徳島製粉金ちゃんネストがカレー味、揚げ麺に粉末ソースと火薬がついています。麺は柔らかめで気泡感があります。でも焼きそばの場合は汁がないので、このことはあまり欠点だとは思いません。ソースは粉末のために力強さがありますが、しつこくはありません。カレーの香りはお菓子みたいで安っぽいですが、あくまでソースが主の味付けです。肉やコーンは量が少なく、ほとんど目立ちません。たまに食べると面白いですが、続くと飽きそうです。